こんにちは、レオです。ベルキンから新しく2つ、マグセーフ対応の 3-in-1 充電ドックが発売されました。iPhone と Apple Watch と AirPods を一緒に充電できる商品です。それで少し早めに今回声をかけてもらって使わせてもらってきたんですけど、使いながらこれは誰にとって便利なのかなっていうふうに考えてみると、正直安いものじゃないんですけど、刺さる人に刺さることでコスパ最強になれるんじゃないかというふうに感じました。ということで、ここから2つの製品のスペックと魅力をご紹介していきますので、よろしかったら最後までお付き合いください。まず一気にスペックを確認していきます。どちらの製品にも共通して言えるのが、3台同時充電できること、 Made for MagSafe 認証を受けていること、 MagSafe 対応の iPhone 12、13、14シリーズを純製品と同じ 15W で充電できること、高速充電対応の Apple Watch 7、8、Ultra を急速充電できること、無接点充電中に iPhone とか Watch の OS をアップデートできることです。この5点が揃う充電ドックは今のところ市場でこの製品だけで、さすが長年 Apple の公式サイトで販売されているベルキンのプロダクトなだけあります。 Made for MagSafe っていうのは Apple から MagSafe でちゃんと充電できるよというふうにお墨付きをもらっているっていうことで、この製品の場合純正と同等のパーツを使ってるらしいんですけど、この認証のおかげでマグセーフに対応した iPhone12 以降なら 15W のマグセーフ充電ができて、あと Apple Watch も7以降だったら 7.5W で充電できるということが保証されているんですよね。しかもさっき言った通り、マグネット充電中にちゃんと OS 更新ができる点も純正パーツならではのことだそうです。さて、ここからはスタンドとパッド個別に見ていこうと思います。スタンドは見たままの使い勝手で、左に iPhone を貼り付けて、右に Apple Watch を貼り付けて、下に AirPods を置く使い方です。AirPods Pro の最新モデルでいうと、3箇所のどこでも充電できるようになりました。パッドは少し特殊です。まず iPhone を置く部分は少し浮いていて、マグネットがしっかり固定できるようになっています。そして AirPods はそのまま置くだけなんですけど、Apple Watch はスタンドを持ち上げて横向きで充電できるようになっています。でこの持ち上げる部分が裏のダイヤルを回すことで高さ調節できるようになっていて、 Apple Watch のサイズに合わせられるようになっています。でどういうことかというと、これ僕ウルトラを使ってるんですけど、ウルトラってケースでかいんですよね。だからダイヤルを合わせてちょっとね上に持ち上げてあげることによって、マグネットと設置した時に設置面が下の部分がね、台座の部分とパッドの部分とこのウォッチが重力でちょうど設置して、安定感がもたらされると、そんなようなギミックになっています。で色はどちらも白と黒があります。実はスタンドにもパッドにも前のモデルが存在しています。この前のモデルを持っている人のために違いを説明しておくと、一つが Apple Watch の高速充電に対応したということで、もう一つがパッドに Apple Watch Ultra の充電に対応した高さ調節機能がついたということです。価格はスタンドの方が 28,000円で、パッドの方が 21,200円です。それでここからが僕の主観的な話とか考察というか、考えになるんですけれども、冒頭で話したように、僕この製品使いながら考えれば考えるほど、確かにこの製品安くはないんだけど、これは使う人が使うことですごくコスパが高い製品にもなりうるんじゃないかなというふうに感じるようになりました。案件だからよいしょするとか無理やりよく言おうとしてるつもりもなくて、もし最後の方で自分でジャッジしていただきたいと思ってるので、まずはね自分なりのこのロジックみたいなところをちょっと聞いてみてもらいたいと思ってます。で僕の思考の流れを説明すると、まず僕正直この充電ドックに2万円って高いって視聴者さんに言われると思ったんですよね。というか欲しいと思ってこの動画にたどり着いた方でも正直値段で悩まない人はほぼいないなというふうに思いました。やっぱり iPhone でも Apple Watch でも普通に商品買えばケーブルついてくるわけですので、あとは充電器を5000円も出して買えば有線充電できるわけですよね。ベルキンからも充電器出てるわけです。でもっと言えばね、ぶっちゃけ Amazon で探せば安い 3-in-1 マグネット充電器だって探すことできちゃいますよ。でもじゃあそういうソリューションと比べてこのドックを買うメリットってなんだろうなっていうふうに考えていると、これは日々 Apple 製品を利用するにあたって求められる時間的なコスト、精神的なコストを下げられることにあると感じました。そしてより低い時間的精神的コストで
その他のソリューションと同等かそれ以上のパフォーマンスを発揮できるのであれば、それはある意味コスパが高いというふうに表現できるんじゃないかと考えるようになりました。例えば Apple 公認のマグセーフ充電器であるっていうのがこの製品の大きな特徴の一つなんですけど、マグセーフで高速に充電できることが時間的なコストを下げる具体的なシーンがあります。それは僕の場合、お風呂に iPhone を持ち込んでシャワーしながら音楽とかポッドキャスト聞いて、出てきてそのままベッドに行って寝るような夜です。この使い方推奨するわけじゃないんですけど、まあ、特に防水対応してない iPhone だったら絶対やめてほしいんですけど、僕はこういう使い方を時々しちゃうし、実際そういう風に使う人結構いると思ってます。それでその時にライトニングポートに水が入ってると、これライトニングケーブルを挿しても iPhone 充電できないんですよね。 iPhone の方に警告が出ます。でこの水を検知して充電できなくなる、自動的になる仕組みっていうのは、仕様っていうのは漏電を防ぐ意味で素晴らしいと思うんですけど、なかなか乾かないんで寝る時間どんどん遅くなります。でもマグセーフ充電だったらこれ貼り付けるだけで充電できますし、 15W 充電対応なので充電スピードも出ます。忙しくて短時間しか寝られないっていう場合でも、ちゃんと電池が回復しているっていうのは非常に助かるというふうに思います。あと充電中の OS アップデートも公認マグセーフ充電ならではのメリットだと思います。僕自身ね、何度も経験のある寝ようと思った時にすぐ寝れないっていうこのバッド体験を回避するには、マグネットだけど 15W 充電できるっていうことは時間的コストの低下に貢献します。でもう一つ、他の安いドックにはなくてこの製品にしかない特徴が Apple Watch の急速充電です。これは僕の場合、昼も夜も Apple Watch をつけたまま生活するので、先ほどの iPhone の例とは逆で、1日を終えてお風呂に入るときに充電して、出てきて寝るまでの間の 1,2 時間の間に充電しておくっていうのが習慣なんですけど、このくらいの時間でも 100% にまで充電してくれるのがこの2つの製品の高速充電のスペックです。ベルキンが社内でテストしたところ、現在の Apple Watch のラインナップで一番電池容量が大きいこのウルトラでも満充電までに 1.5 時間しかかからなかったそうです。だからお風呂から出て寝るまでの間っていうこの時間にね、十分満充電にすることができます。で四六時中 Apple Watch を使うための時間的コストがぐんって下がるわけですよね。何よりね、どちらの例でも共通するのが精神的コストがかからないことです。iPhone に水がついていて充電できなくて、ああしまったなとか、あまた漏電のリスクを犯してしまったみたいに後悔するとかね、 Apple Watch が 100% 充電になってなくて、ああもうちょっとかって思うとかね、まあ、そういうストレス的なことをなるべく減らせるっていうところに、このスタンドとパッド2つのプロダクトの魅力が詰まっているなというふうに思います。そしてここからが重要です。この話ね、問題はこの時間的精神的なコストを皆さんが金銭に換算した時に他の充電器との差額分だけペイできるか、2年とか3年とか使う中で割っていくとそれだけ分の価値がありそうかどうかとかね、そういう考え方をしてみてほしいなというふうに思います。ベーシックな有線充電とのソリューションの差額を1万5000円として、まあ、700日で割ると日々20円ぐらいです。1000日3年ぐらいで割れば15円ですね。時間とかストレスに対する考え方ってお金以上に人それぞれだと思うし、まあ、バジェットもあるだろうし、まあ、とにかくそこら辺はご自身で考えるしかない部分なので、ここから先の計算は皆さんにお任せしたいと思います。であとね、ここまで話してきたことに反映されていないかなと思うことに、ベルキンのプロダクトのかっこよさがあるかなと思います。アップル製品と相性のいいミニマルなデザインっていうのが特徴的ですし、多少高くても納得のビルドクオリティっていうのはあるので、まあ、これもね、1日20円なり15円の体験というのはさらにプレミアムなものにしてくれる感覚が個人的にはあります。で僕の語りから商品のもうちょっと話に移しまして、今回の2製品ね、僕はデスクで使いたい方はスタンドの方をおすすめして、寝室で使いたい方にはパッドの方をおすすめしたいと思います。デスクの方はね、 iPhone が斜め上を向くので自分の目線でチラッと見るのにちょうどいいんですよね。特に iPhone 14 Pro とかね、常時表示ディスプレイと相性がいいと思っていて、まあ、チラ見した時に情報をチェックできるっていうね、そういう活用の仕方があるかなというふうに思います。であとパッドの方は Apple Watch が寝てる自分の方の目線に正面に向くので、アプローチ充電してる時にね、時計表示させることできるので、まあ、枕元の時計代わりに寝てる時に充電させる人はね、枕元の時計代わりに、使うこともできるのかなというふうに思います。 iPhone 置くところもね、一つこう
こういうふうに置くので、なんか重力に対してこう浮いてないのでね、まあ、マグネット強力ですけれども、まあ、より安心感があるのはパッドの方かなというふうに思ったりはします。ということで今回ベルキンから登場した2つの 3-in-1 ドック紹介しました。どちらもスペックもご紹介しましたし、僕が使っていく中でね感じた、どういう人にどういう理由で魅力なのかなみたいなところもここで手がかりとしてお話できたかなと思いますので、あとはね皆さんの方でちょっと判断して買いたい人をちょっと買ってみてください。ということで以上になります。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、Note も全部やってます。レオトーヤマで検索したら出てきますのでぜひフォローしてください。以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。